どうも、おかつやしです。今日はですね、視聴者様からですね、ユニクロ U のですね、あの、新作、新作ですね。えー、何買いますかみたいな感じです。結構ね、あのー、リクエストというか、DM だとかですね、いろいろ来てますので、一緒にね、見ていこうと思います。この前ね、どっかのドライブ雑談で、多分新作出た時に、みたいな感じでやったような感じもあるんですけども、まあ、その時ね、多分チラッとだけだったと思いますので、今回、がっつり行きたいと思います。では、行きましょう。その前にね、これ、 ここ、どういう風に紐結んでますかっていうね、質問いただいたんですけど、別に普通にね、普通に肩結びです。え、なんのね、あの、なんのあれもないです。もう普通にね、肩結びでございます。今日 Apple Watch ここでチェックですね。では、いきます。それではですね、こちらまず録画ボタンを、こっちでね、えー、録画をして、一緒にこう、2画面体制でやっていきたいと思います。えー、ではですね、このユニクロ U 新作ということで、やっぱりこのルック、ルックいいですね。やっぱこのね、 画像を見てるとね、この組み合わせかっこいいなと思ってしまうわけですよ。で、ここなんですけども、まあ2019年春夏コレクション2月1日金曜日よりですね、オンラインストアと全国のユニクロ店舗で発売開始ということなんですけども、全国のユニクロ店舗、フルラインナップ店舗ということで、もうね、下関、下関山口県じゃないですか、ユニクロって。もうね、大型店舗が1店舗もないということで、もう1店舗もないんですよ。 ということは基本的にね、あの、下関ではですね、あの、オンラインで買うしかないという感じじゃないでしょうか。そこが残念。で、アウターなんですけども、アウターはですね、まあ、ブロックテックコートだとか、まあ、いろいろありまして、えー、テーラードジャケットでしょシアサカジャケット。まあ、多分ね、皆さんこれ注目してると思います。ミリタリージャケットということで、コットンツイルということですね。で、これね、あの、さっき色見たんですけども、 このカーキもこれで見る限り若干明るいじゃないですか。明るいけども、もしね、もしまあ実際どうなのかわかんないけども、もうちょっと濃いめの本当のこのミリタリー、ミリタリージャケットだよっていうカラーがあるじゃないですか。濃いめのカーキというんですかね。これどちらかというと僕ベージュ系に見えるわけですよ。でまあそのあたりかなとか思いつつ、まあブラックとか、 ネイビーがありますので、このあたりネイビー、全身ネイビーコーデデニムパンツ履いて、えー、ドクターマージョのタッセルとか履いたりとか、えーとね、オッケーオッケー、もうね、動画アップされてますね、えー、エアフォーサーの白蛇、白蛇とね、合わせて、ちょっとね、 まあ僕の感覚で言うと昔にあのヘッドポータープラスっていう服とか着てたんですけどその,その辺の雰囲気でもね楽しめるような感じなんじゃないかなと思います。6990円。まあそう考えたらメイビーいいかもしれないな。えー、6990円2月上旬ということでですね。あと1ヶ月ちょっとか。では、えー、次行きたいと思います。 いやね、やっぱね、ちょっといろいろ多分ね脱線すると思います。やっぱね、あのー、最近こう20代の頃に来ていた、こうグッドイナフヘッドポータープラスその辺のね、あのー、まあ藤原弘光さんがやっぱ僕は好きなので、あのー、ねあのあたりのですね雰囲気、あのあたりのね。 雰囲気、雰囲気ですね。雰囲気をですね、ちょっとね、またね、最近いいなぁと思いつつですね。まあまあそんな感じでございます。で、ポケッタブルコーチジャケットだとか、ポケッタブルトラックジャケットもいろいろありますね。で、デニムジャケット。デニムジャケットもね、いいなとは思うんですよ。特にね、このカラー。 このカラー非常に気になりましたね。当初ね、ブラックもいいかなと思ったんですけども、ブラックアイテムむちゃくちゃ持ってるんで、まあこのブルーのね、薄めのブルーもいいんではないでしょうかという5,990円でございますね、えー。で、あのね、ダウンジャケット、これね、いつもね、去年も、今年もそうだったのかな頭、今年の頭か去年の最後ら辺だったと思うんですけども、ちょっと販売が遅いわけですよ。 もうちょっとね、今の時期欲しくないですか特にこの今の時期、このオレンジとかあったら、絶対的にね、持っていきたいと思える一着になっていると思うんですけども、6990円。はい、6990円でございます。もうこのままね、動画行きたいと思います。あとねこ、これちょっと安いなと思って、コットンカシミヤクルーネックセーターということで、上品で柔らかなコットンカシミヤニットということで、 これね僕ねさっきも見てたんですけどイエロー推しだなと非常にイエローのアイテムが本当に多いやっぱね今年の春やっぱりアクセントでイエローとかパープルだとかピンクとかそのあたり出てきそうですよねイエロー推しですよね僕ちょっとあとこのこれに関してはですねこうルックに最初出てたじゃないですかコットンクルーネックセーターということでこうローゲージな感じのね セータータいいですよねあえて黒もかっこいいんじゃないかなとは思うんですけどもこれが2月上旬3990円一部店舗商品一部店舗商品かもう、ね、一部店舗商品だったらねまあ一応ですね一応ですねこの下の方を見ていったらまあ商品これサイズ感まだ書いてないのかなあサイズ感は下の方か。 サイズ感なんですよね。まあおそらく最近この辺大きいと思うので M サイズでもいいような気がするんですけどももっとね細かくちょっとやっぱサイズ調整するんであればやっぱり本当は試着試着がいいんですよね。でも、まあ、リラックス感のあるゆったりシルエット,ゆっ,たりシルエットって書いてあるから、まあ、M でもいいのかなとか思いつつ僕結構その辺りねアバウトなんですよ。だからあの、えー、っと皆さんとお話ししててサイズ感とか失敗したことない失敗したことないですかっていうふうにね聞かれるんですけども 失敗なのか失敗をしているのかしていないのか気づいてないまあまあ来たサイズをそのまま着てるような感じなんですけど結構そのあたりねアバウトで僕最近その辺ね特にアバウトなんですよ、まあ 何いつも同じサイズ感よりは、ちょっと違うサイズ感を着ていった方が、また新しい何かが出会えるんじゃないかなっていう。そんな感じ。そんな感覚です。<laughs> どんな感覚か <laughs>。ということで、続きいきたいと思います。またね、これ出ますね。今も着ているスウェットパーカということでえ、今回もね、先ほど確認したところ、これでね、ちょっと拡大してみたんですけども、裏肝ではございません。若干薄めなのでしょうか。 でこれもですねイエローございますねイエローこのパープル非常にねこのパープルでブラックパンツとかでね合わせたらこれかっこいいかなとか思いつつでもねこのねやっぱり春春ということでまあブラックもね気になるんですけどもこういったねグレーこれちょっとオートミールっぽいグレーなのかなグレーっぽい感じイエロー この,グこのブルーよりはまあこれは正直全部好みです好みの問題ですねただ3990円1月中旬発売ということでまあ 1, 1ヶ月後の販売になるんでまあその時の気持ちによって気分によってね、えー、買いたいなとか思いつつサイズはねこれが一応 L サイズなんですよスウェット類に関しては若干着丈が短いような気もするので もし買うんだったら L サイズなのかなヘビーウェイトあでもヘビーウェイトって書いてあるから同じような感じかなだったらなおさら L サイズですねあこれ一部店舗商品じゃんこれはねあの実店舗で買えたんですけどあでもこれ変更があるかもしれませんねまたねこれも当初ね一部店舗商品だったような気がするんですけども実際ねあの下関のお店でも売ってましたからですねあとスウェット今年ね僕ね今 スウェット類非常にねたくさん買っているわけですよ去年はねニットばっかり買ってたんですけども今年ニットよりスウェットな気分なのでこういったイエロー系いいですよねでもこれだったらグレーとかブラ アクセント的な感じでイエロー非常に気になりますね3990円プラス税1月中旬発売ということでやっぱユニクロ U の,僕,の僕,が僕が思ういいところっていうのはやっぱこうデザイナーさんがきちっと入っていてかつユニクロ価格ユニクロ価格っていうのがいいですよねこれがちょっとしたねセレクトショップのブランドだとかちょっとしたブランドがつけば これやっぱりね5級最低7級ぐらいいきそうな素材じゃないですかで、またちょっとねもっとさらにまあ若干の素材感変えたとかだったらもっと高いような感じがしますよねまあそのそれがユニクロの良さなんでしょうねやっぱたくさん作ることによって価格が下げられるこれねほんとね最高ですユニクロ U、特にでこれです僕絶対的に買おうと思っております 12月下旬発売のロン T えー、クルーネック T の長袖ですね。シンプルだからこそディティールうんぬんこだわったということで、若干厚めっぽいです。これをね、見るからには。ジャージ素材を使って昔ながらのしっかりしたタフな T シャツ、ぽく、ぽく仕上げました。ぽく。耐久性があって長く着られるということで、これ非常にね、えー、チェック、要チェックでございます。白、グレー、 全色あってもいいんじゃないかなレベルですよね。ただ、でもね、多分ね、僕的に着るのは、おそらくこのね、どうだろう、やっぱこの、うんイエロー欲しいですね。イエロー、パープ、三色は最初欲しいかな。この手の明るめの薄めのカラーは春になって欲しい。で、今買うんだったら、グ、ブラック、ブルー、ブルー、茶はえー、ブラック、イエローを、 <laughs> パープル、えー、かなと思います1990円プラスで2000円だから3枚買っても6000円そんなに高くないと思います、まあ、素材感ですねこれは、えー、一部店舗商品じゃないから素材感触ってね買っていきたいと思いますいやこれは安いよなで、えー、続いてなんですけどもこれね一応ねハートマークつけているんですけどもサッカー T シャツということでこの切り返しついてますね切り返しがついておりました 切り返しフットボール T シャツも言われてましたかね、昔ね。この辺はどうしようかなとか思ってて、このねポケット T シャツ、この、ね、後ろ身頃少しね長めですね。まあ、この辺りもいいんじゃないかなと思っております。バッテリーがなくなってきております。でクルーネック T シャツ、12月下旬発売、1000円。 もうこのね、ヘビーウェイトのヘビーウェイトの T シャツに関してはもう間違いないですよね。これ皆さん何枚買いました全色買ったっていうね、声も聞きました。まあこれはね、ほんとカラーバリ豊富で。で、えー、おそらくですね、またね、あの春になったら新色みたいな感じで出ると思うんですけども、明るめカラーがですね、えー。現時点やっぱりね、まあこの3色は間違いないですね。ホワイト、グレー、ブラック。で、このね、ピンク、このオレンジだとかブラウン、イエロー、明るめイエロー、 暗めイエローダークグリーンだとかこのこのターコイズブルーねいいような気がするターコイズブルーかどうかわからないけどこのねちょっとこう明るめブルーっていうのもいいんじゃないかなと思っておりますまあねこれに関しては多分ね去年っていうか今年の頭も相当買ったし夏も相当買って何枚ぐらいあるかな7枚か8枚ぐらい多分買ってると思うんですけどもまあ多分たくさん買うでしょうね1000円だったらだって ねえ似たような感じのあるブランドの T シャツとかだったらこれでも5,000円ぐらいしてるじゃないですか5000円,出したら5,000円出すんだったら5枚買える、えー、12345ぐらい買えるこのねユニクロ U の T シャツに関してはコスパめちゃくちゃいいと思いますのでこれはおそらく間違いなくちょい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  買っていくと思いますまあ、これは本当楽しみですねということで元に戻りたいと思いますあとボーダー系の T シャツもいくつか発売これとこれに関してはちょっとね幅パッと見の幅が違いますよねなかなか表示されないうん。若干これね細めじゃないけどもこっちがね少しこうワイドな感じですよね うん、このあたりはまだいいかなあとシャツ関係シャツ関係も間違いなくこれワイドフィットチェックシャツもう M サイズですね M サイズいきたいと思います2990円12月上旬ということでえおそらく僕ね大阪にね今度にちょっと行くんですよその時大型店舗に行ってもしあったら買おうかなあったら買おうかなと思いますでこのね2色これもね絶対的にこれかっこいいと思うんですよ ブラック系のパンツを履いたりしてや,やっぱりいいなぁ チェックやっぱ春になるとねよりチェックが来たくなるだからな,なんでかよくわかんないですけどなんかチェックが来たいんですよ春になったらでも半袖はま,ま,だま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 だいいかなと思いますでパンツは、えー、僕ねあの気になっているのが一応このねワイドフィットテーパードチノということでお気に入りに入れておきましょうこれツータックこれツータックなところが非常に僕はねいいんじゃないかなと,と思っておりますまあカラバリに関しては4色展開ということでまあこのたり はお、えー、おいいいいい考えていきたいと思いますあとね一つ気になるのはこれです。イージーワドドフィットテーパ,ードパンツこれはねストレッチ性のがあり楽に履ける同素材のジャケットジャケットもあるんだ。これねブラックカーキネイビーということで3190円12月上旬でしょう。 僕が、えー、とジョーンブルのストレッチがあるねこうイージーパンツがあるんですけどあれグレーなんですけどもあれの代わりに何かないかなと思って3990円で素材感まあもうちょっとしたらこれね今この1つの写真しか見られないじゃないですかもうちょっとしたら多分ね全体的な後ろのシルエットだとか、まあ、アップのね画像だとか出てくると思うんですけどもその辺りでちょっと判断してみてですねちょっと喉が渇いてきた。 その辺りをですねちょっと判断してみて買おうかなと思っております。これ、素材感的に股上が深かったら最高なんですけどね。あと、そんな感じかな。あと、バッグ。このサコッシュバッグは絶対的に僕はね、えー、追加で別のカラーを買いたいと思います。今ね、ブラック持ってるんですけど、若干の素材感は変わるような感じで、えー、これが確かね、ポリエステル100になるのかな、えーナイ。あ、ポリ、ポリじゃなくて、ナイロン100になりますね。 この辺りもですね、えー、ちょっとオレンジだとか、イエローだとか、パープルだとか、アクセントで使える色がないかなと思いつつ、これね、白があったらすごく、もう白が仮にあったら白速攻いってたと思うんですけども、まあ、この辺りもですね、価格が本当に安い。 価格が本当に安いしあでも一部店舗商品がこれも仕方ないですねこれこればっかりは仕方ないということでですねあとスニーカー系もありますねまあまあそんな感じのチェックになったんじゃないかなと思っておりますがいかがでしょうか はい。いかがでしたでしょうか今日はですね、結構皆さんからね、DM とかでもそうなんですけども、ユニクロ USSSS っていうんですかね、2019年の新作ですね、何買いますかっていうのね、リクエストもいただいておりましたので、一緒にね、皆さんと一緒に見てみましたけども、いや、これは本当楽しみたくさん増えていいんじゃないですかなんでもね、もうちょっとしたことでもですね、もう楽しみが増えることっていうのは、本当に一番いいことだと思いますので、まあそんな感じでですね、僕もですね、こう、いろいろ動画に残してですね、皆さんと、ああ、何買おうか、どれ買おうか、 どううかそれ買うどれ買うみたいな感じですねやっていきたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございましたもしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたしますあとツイッターインスタグラムウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください以上かつしでしたではまた見てくださいよく喋ったな今日はでもね楽しかったですね